はい、サンタさんです。じゃあ最後に最後をしっかり間違えないと確認していただいて、こちらにご署名の方お願いします。これ以上ないですもんね。ないですよ。リスクゼロに近いくらい。ない。全然開かないんだけど。すぐ開くよ。お待たせいたしました。背中なんか刺された。パチッパチッパチッ。森人ベルベルベーって。もう行こう。行こうか。すいません。あれ、何これ、これなんだ。これお客さんのですか。うん、忘れ物かな。ちょっと待った。爆発するかもしれない。何言ってるの。本当に。こら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 。爆弾だったらどうするんですか。そんなことあらず。みんな、こら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 、触るな。みんな死んじゃうかもしれないんですよ。そうだったら、あなた責任取れるんですか。はい、取れません。店長よ。先、来てください。え、どうした。こちらのお客様が爆弾かも。爆弾。誰かのでしょ。そうなんですけど。お客様、お荷物違いますかね。いや、違います。じゃあ、忘れ物ですかね。うん。だあだマジか。しないじゃないですか。何なんですか一体。驚かさないでくださいよ。いや、でもまだ爆弾とかわけわかんないこと言ってんじゃねえよ。ちょっと待った。何、次元爆弾かもしれない。時計仕掛けみたいになってて、だから爆発しなかったのかも。いや、まさか。店長、まずは警察を。警察ですね。いや、そんな悠長なことを言ってる場じゃないかもしれない。爆弾処理班を呼んだ方がいい。爆弾処理班。この方が絶対にね。お父さん。なんだよ。ちょっと爆弾処理班番号がないのか。漏れちゃう。わかんないです。ちょっと漏れてきた。いや、だってしょうがないじゃない。びっくりしてキュッてなっちゃったんだから。そう、お父さん。ああ、お父さん、お父さん、お父さん。こらー。
満席ですかね。そうですね、すいません。はい、相席いいですよ。どうぞ。じゃあ、保険で興味あります？はい、興味あります？保険。あ、